ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はどんなスペシャルスレッティングを紹介してくれるんだ？それどういう意味よ。要するに面白いスレのことだが。あんた、それもしかして造語症かもしれないわ。私病気なのかぜ。造語症っていうのは、辞書に存在しない造語を創作し、さも当たり前のように使う症状のことよ。ああ、そうだったのか。特になんとも思わず使ってたぜ。今日はそんな造語症に悩まされている男が書き記したスレッドを紹介していくわよ。おら、ワクワククリクリスッと。てんてんてん。Y 君、造語症でかなり苦しい。野球選手の名前とかも造語じゃないと言えなくなってしまった。なおで変動しよう。どういうこと？自分で作った言葉を使ってしまうんや。ほんまに直らんねん。ダルビッシュのことなんて呼んでるんだ。先生怖いからやめろや。ギャルが彼氏を呼ぶときやん。なんか草。ビリアイリッシュやん。草。ピンポイントすぎるやろ草。どうしてそうなるんだぜ。苦しい助けて。おあゆりこ。何時のことなんて呼ぶん？なるんぜー。ニュースの音読でもしとけ。そうしたら治るんか。ちゃんとした言葉遣いたい。具体的にどういう場面で困るんや。なんぜーやってて野球の話するときとか造語使わないと気が済まないから困る。リアルで困っとるんやないならええやん。いやでもネットの世界では苦しんどるし、リアルでも耐えてるだけでガチで苦しい。造語クイズで盛り上がろう。いいね。面白そう。ええやん。一気なんか出して。ここで一気は自身の造語のクイズを出します。じゃあ選手の名前じゃないけど国の名前のクイズな。バイルジー。アゼルバイジャンやな。ブラジル。インド。ブラジル。バングラデシュ。全員外れや。答えはベルギーや。あんた、病気やで。なんか英語っぽい響きやな。なんでそうなったかとかないんか。知らんうちになってた。あかん笑い止まらん。付き合わされる周りの人も苦労してるぞ。普通に会話できるんか。春日もこれなん。他人との会話でもナチュラルに造語使うんか。いや、リアルではなんとか我慢できてるけど、いつこれが我慢できなくなるかはわからん。イチローは？いい。うわ？うん。治る治らないとかそういう問題なのか。イチはなんとか造語症を治したいと嘆きます。元の状態にとさ戻りたいんや。でももう戻らん。自覚できてる時点で軽症なんちゃうか。何の意味もない造語やな。面白すぎる。オードリー春日みたいな感じ。これは神聖の匂いがする。なんか造語の作りに一定のルールはあるんか。特にルールはないで、頭にパッと浮かんでくるんや。そんな病気あるの？ないで。それすらも造語や。面白いな。知識はあるんだけどついっちゃうってこと？我慢するのはどれくらい辛い？めちゃめちゃ苦しいで。お前はもう山で暮らすしかないわ。すげえ、これが本物の造語症か。そのままの一致でいいんやで。にっこり。固有名詞だけで一般名詞はそのままなんやな。せやな。基本的に固有名詞だけを造語にしてしまう。iPhone は？アイルンや。それはもう丸半の猫や。ええやん。むしろ造語で食っていくくらいの勢いでいけ。造語ショーチューバーとしてデビューしたら、さすがに需要ないやろ。意外といけそう。赤ちゃんみたいやな。それに造語ショーって概念や観念に勝手に名前をつけて、それをさも当たり前かのように使うことで、元からある単語を少し変えて呼ぶことやないやろ。一気はただのあだ名つけたがりみたいなもんよな。せやな。結局それも日常生活に支障をきたすようなら病気なのは間違いないけど、造語ショーではないね。そうなんか。じゃあ Y の症状は一体何なんや。スレミンに造語症ではないと指摘され、ますます困惑するイッチ。なんでベルギーって分かっててバイルギーって言うねん。意味がわからん。 Y でもわからん。でもそうなってしまってることは事実やねん。造語症っぽいゲーム実況者知ってるけど人気あるで。造語は一回作ったらずっと同じなんか。例えばベルギーはずっとバイルギーなんか。せやな。基本的には同じものを使っていくけど、それよりしっくりくるものが思い浮かんだから、それに乗り換えていく感じや。春日語はなんか関連するものに変えてたりして派生していくとかやけど、これはマジで言葉作ってるからヤバそう。お気に入りの造語教えて。お気に入りな。言われても思い浮かばんわ。野球の話してたら思い出すかもしれんか。松井秀喜はなんて言うの？ガジーラ。草。今までで一番まともで草。クイズで出されたらすぐわかるわ。こいつ石原さとみやろ。あかん、深夜のテンションで払いたくなってきた。ふざけてんのか。ちょっと方向性変えてきて草。なんでそこは石原さとみやねん。ちょっとカッコつけてて草。割と好き。造語症とそれを言わなあかんという脅迫観念も入っとるんかな。ガチならだいぶ辛そうやな。脅迫観念ではないと思うんよな。呼びたくてしょうがなくなる。会話できてるからええやん。政治スレでコピペ貼ったりしてる造語症の方々は会話ができないし。Y も最終的にはそうなってしまうかもしれん。英名やトローマ字読みとか別の言語の読み方しちゃう感じ。フットボールをフースバールみたいな。ガチでそれや。ドルジのことなんて呼ぶ？それもダーやな。基本的にドアダに変えて造語を作る癖があるみたいや。全部ダーで草。生まれたてやん。ドラえもんは？ダラスや。草。僕ダラス。やめろ。猫型ロボットというよりもビルスーツって感じやな。別のアニメに出てきそうなんだぜ。やっぱドラの法則が働くんか。ポケモンにいそう。リッチダラスはノブヨ派ノブヨじゃない。私もノブヨ派なんだぜ。草。ドラの法則はあるみたいやけど、キャラのイメージとかは関係なさそうやな。のび太も教えてくれや。のび太。ダメや、一気には悪いが面白すぎる。のび太ダラス。ダラスどうしたんだい、のび太くん。ポケットから役出しそう。運転手とカーナビの AI かな。ここまでで一番笑った。
そうくるか。マジでおもろいわ。基本ネイジブっぽくしてるだけやんけん。ちょっと欧米っぽい。ジャイアンとスネオはなんていうのにゃ。ジャイアンはキングスやな。ん？かっこいい。なんでやねん。松井と同じ感じで意味から派生する系か。ジャイアンの痕跡全くなくてくさ。もうめちゃくちゃなんだぜ。ジャイアン矢印俺は王様だ矢印キングス。ってことか。なびたガラスまたキングスにいじめられたよ。くさ。センスあるやん。ここでスレミンによる一致への考察が始まります。ガチで独自の文字変換方程式があるんやな。国語学び直す方言語学べば3文字以下になると文字は減らせないってことか。だでき謎が深まるな。ドナドナされるはダナダナされるになるんか。基本的にはそうやな。一致の造語まとめたら売れそう。検索一個も引っかからない記憶に残る単語って需要あるだろ。何時に牛かかってくれなさそう。藤波慎太郎はなんて呼んでるんや。藤波は呼びまくってるけど造語作ったことないな。なんかくさ。かわいそう。作る価値なしでくさ。コピーライター向いてそう。シンプルに生きづらそう。普通の言葉に直せばいいじゃんって思うけどそうできなくててしかも辛いとなれば精神科にでも行ってカウンセリング受けてみたら。カウンセリングで治るもんなんかなこれ。思い出したけど野球より競馬の馬の名前の方が造語症がひどいかもしれん。ほぼ造語で呼ぶわ。東海でよ。風景でよ。造語症なんじゃなくてただの舌足らずなだけちゃうか。ゴールドシップは？ゲールドシップ。普段人と会話したりすんの？本引きこもりやからこぼしない。まずそこやろ。くさ、悲しいな。精神科行ってみようと思わんの。こんな症状伝えても精神科の先生も困惑するやろ。 iPhone がああいうならああいうは iPhone やな。くさ。タモリクラブで自分の考えた地図とか言語とか民族とか創作してるやつおったけどあれは違うの。あれはゼロから生み出してるやん。地図とか民族はわからんけど言語学ガチ勢はいろんな言語を参考にして文法とかガチガチに考えてあるオリジナル言語作ったりするよね。だの汎用性よ。ドンキーコング、ビビーコング、ピクシーコング、ビンキーコングなんていうんや。だそれもうただの赤ちゃんやん。そんな名前のアニメがあった気がするんだぜ。ポケモンとかも造語してるの？ポケモンはやらんから作ったことないけどやり始めたら間違いなく作るやろな。きっかけなんなんや。いつ頃から出たんや。もう何年も前からやと思うわ。きっかけはわからん。本当に苦しいのか？楽しんでるようにしか見えないけど。ほんまに苦しいで。ピカチュウはなんて呼ぶんや。ケイチュ、泣き声やん。仮にケイチュってポケモンがいたとしたらどう呼ぶんや。また別の言葉を生み出すやろな。そのままで呼ぶのがどうしてもあかんのや。不敬中、遅いだ感じなんかな。プラメンテがアラメンテってことか。ブレスやな。むずい。学ぼうとすんなよ。北京はなんて呼ぶ？それは北京のままやな。基準が全くもって謎なんだぜ。相槌とかもそうか。せやったらめっちゃわかる。相槌は作ったことないけどなんかの老子で造語化する可能性は十分ある。とっさに出るってよか考えて変換しとるんか。いや、とっさに出る感じや。こういう薄れネタにしてたら伝染するから気をつけた方がええよ。ファイル G タモジーの発音で再生され始めた。ガラスからナビタの環境がすごい。配信者になったら人気でそう。ってな感じでスレは幕を閉じたわ。造語症って旗から見たら面白すぎるんだぜ。一致のはそもそも造語症なのか怪しいって話だったけどね。あんたも気をつけなさいよ。わかったんだぜ。気つけるぜ。もしよろしければ感想をコメント欄にて書いてくれると嬉しいです。あと、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いしますのぜ。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ナノゼル。